朝鮮戦の処遇が決定。没収試合で日本の3例で勝利に。本サッカー協会 JFA は30日、FIFA ワールドカップ26アジア2次予選兼 AFC アジアカップサウジアラビア2027予選の朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮代表戦について、北朝鮮代表の例3敗戦として没収試合となることを発表した。同試合は3月26日に平壌での開催を予定していたものの、日本で行われた第3節北朝鮮戦直後に急遽中止が決定。問題と試合結果を付託された FIFA 国際サッカー連盟規律委員会は、前述の裁定を下し、日本代表が勝ち点3を獲得。4連勝となった日本代表は、2試合を残して3次予選への進出が決定した。とりあえず不戦勝になってよかった。結局没収試合か。当然の結果むしろ遅いまである。とりあえず予選突破決まったのでかい？これで6月シリーズは新戦力発掘控え組の底上げ、いろいろな戦い方を試せるのは大きいね。特にホームゲームを開催できない国に参加資格を与えるべきでないのでは。もう北朝鮮はできんにしろ。最初から北朝鮮は保護座開催する気がないのは予想できた。ペナルティを課す明確なルール制定を望みます。